はい、じゃあね、FF16 前回からの続きいきたいと思います。前回はね、シドが、ベネディクタにやられたので、まあ、ベネディクタをね、今送ってるわけですけど、このクライブが。まあ、とりあえず追ってきますね。ベネディクタのあのセクシー女を。セクシー女はどこにいるんだっていうかさ、画面をさ、ちょっと明るくして、さ、ちょっと待ってね。あとこれだ。ちょっとあまりにも夜が暗すぎるんで、ちょっと明るさをね、マックスまでちょっとね、変えてみます。10でこれでいく。あ、これでだいぶ明るくなったね。全然違う、やっぱ。じゃあ、とりあえずこれでいきます。何にもなくね？これ何これ？あ、宝箱あるじゃん。これ何これ？あ、メテオライト。よくわかんねえんだよな、これがな。じゃあ、とりあえず、あの、人の部屋からなんか、あの、物だけ盗んで、こいつは。最低だよな、完全に。盗っとだよな、こいつな。つうことで、まあ、そのまま、どこにいんだ。てか、マジで気になるんだよね。毎回さ、これさ、30分だか40分くらいの動画だからさ、毎回ちょっと短くなってる、しちゃってるからさ、多分今回ちょっとね、やりたいと思ってるから、もしかしたら長くなるかもしんない、最初に言っとくけど。つうことで、これね、これ。あ、これも宝箱だ。足で蹴んじゃねえ。マナーが悪い。ここは何もねえか。こっちか？どっち？これポーションか。あ、でももう所持数超えちった。これ敵だよな。一の敵が使用する回復魔法は周囲の仲間の HP を回復する効果も。この魔法を使う敵がいると戦闘が長引くと早めに倒すように心がけると戦闘を有利に進めること。じゃあ倒しましょうかね、バトルは。ドイツが蹴ろう。待ってさ、ドイツが使うん。やべ、違った。ダメだ。コマンドが慣れで。もうさ、ドルガルに指示しようと思ったら、ハイポーションなんか使ってたんだけど。この十字キーむずくね、これ。左のボタンがスムーズに押せるんだけどな。なんか触れちゃうんだよな。てか、KR はドイツは使うんだよ。それを教えてくんねえかな。OK。なんかまだいるな、こいつ。こいつか。こいつか KR 使うの。え？レベルアップした？どっち？ドルガル？クライブか。いる？いないな。じゃ、とりあえずこっち進めるよな。この先か？いる？セクシー女！セクシー女どこにいる？あれ、でも向こうどうやって行くのこれ。行けなくねこれ。あれ、どうやって行くの？あれ、行けないんかな本当に。なんか行かしてくんねえんだよな。ジャンプしても。ジャンプしても向こうに行けない。とりあえずこのまま進むか、こっちにな。ここから行けるか。こっちからこういうことか。あ、敵か。じゃあ、とりあえずこの辺もザコチンもとりあえずいなくなってもらおうか、さっさとは。はい。はい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 。あ、こっちも、トルガルもずっとこっち押しっぱなしないダメか、左手も。余裕だね。はい、一丁あり。さあ、どこ？どっちだ？こっちか？上か？下か？どっちだ？わかんねえな。あ、ここでさっきのポーションが取れるね。じゃ、このまま上に行って。まだ、ザコか。ザコはいいんだよな、もうどうでも。倒しがいがないからな。ただの連打ゲーだから。この辺はな。はい、終わり。じゃ、このまま上に行って。え、どこ？行き止まりじゃね？行けるとこあった？あ、まだ敵がいいんだ。そしてこっちか。え、めっちゃいない人？人いすぎじゃん。待って、KR がさ、ドイツが KR 使うんだかわかんねえんで、教えてくれねえかな、KR 使うやつは、ドイツなんだか。あ、こいつか。青く光ってるから、こいつだな、多分な。はい、終わり。あとはこの辺は、ちょっともうスカーレットサイコン見てろ、これね。いいね。雑魚人に使わしちゃって申し訳ねえけど、お前ら。かわいそうだな。はい。行く。はい、はい、はい。あ、でも防御してる。これはなんか後ろから行けあれっつってんな。はい、終わり。簡単に後ろ取れた。もうちょっとなんか大変かと思ったんだけど。はい、終わり。確かにどこ行ったんだろうな。なんかこの辺なんかある？なんもないか？なんもなさそうだね。じゃあとりあえずこっち行くか。ここは？あ、まだ上行けるのね。
見ないね。どこに行ったんだよ、あのセクシー、セクシー女どこ行った。あ、これガードしてる、ガード入ってるか。やば、何それ。まあ、とりあえずこのまず弱チンからいっか。弱チンからとりあえずいなくなって、ちょっと一旦回避するか。回避。やば、めちゃくちゃ食らってんだが。でもウィルゲージは半分削れてきた。こいつやばい、逃げた方がいい。あの変なのがやば、強えなこいつ、強くね。でもそうするともうテイクダウン入るから、はい、テイクダウン。あとはもうやりたい方だよ、こっちの。溜まってる、溜まってるね。よし、あ、でもこれでもまだ全然だ、半分削りきれえな、テイクダウン中に6453。こいつつねえぞ、こいつつねえぞ。いいね、いいね、やりがいがあるね、いいね。きなきなきな、やばいやばい。ちょ、回復して取るから、取るから回復。やば、いや、ちょっと逃げるよ一旦。フェニックスシフトからの攻撃、やばい。オーケーオーケーオーケー。でももうすぐ削れるだろ、いっけ。オーケーオーケーオーケー。手こずったな、こいつ強かった。で、このまま、え、どこ行きゃいいんだ、わかんねえな。あ、こっちか。ハイポーション。ちょっと回復しとくか。OK。風の塔。このまま上に行くといるんかな、あいつが。いや、違ったー、弱チンだったー。弱チンはいいよ、もうそこでおねんねしてなさいって。おえ。で、このまま上に行くと、なんかいそうな雰囲気はしてるんだけど、この辺。え、いねえ？あ、いねえよ、まだ。この上か。どんどん行くの。この上か。なんでわかんの大体。あ、トルガルがさ、トルガルが泣いてるからわかんのか。なんか匂いかなんかで。じゃ、とりあえずこの先だな。よし、じゃあ準備は大丈夫か、クライブ。あ、え？えぐくない？お前大丈夫？死んでるけど。お前も死んでるな。お前も死んでるな。お前も死んでるな。みんな死んでるな、この辺な。おい。お前らどうしたんだな、誰にやられたんだな。まあいいや、そんなどうでもいいか、行くか。この先だら、ベネディクト。あ、いた、セクシー女。セクシー。セクシーね。シドも老いたな。あれ式のことでくたばったか。くたばった。それにしても。お前がやってくるとは意外だったよ。なんで？チラーダたちを退けるとは、そこらのベアラーとは違うようだ。その気があるなら私が勝ってやる。あ、買われたい。お前の腕なら我が体でやっていく。セクシー女に買われたい。火のドミナントに用がある。うん。この砦にいるんだろう。そいつを渡せ。分をわきまえろ、小賢しい。どいつもこいつも。今の私はすこぶる気分が悪いんだ。なんでだよ。家畜の分際で勝手に喋るんじゃないよ。うるせえよ。よく覚えておけ、印持ち。家畜に意志など必要ない。いやー、最悪だ。家畜ってのは従順に飼われていればいい。いや、やるんか。ベネディクタと戦うわけね。やば。ジャンプで避けたな。絶対強えだろ。エアロガか。ちょっと回避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 。オッケー。はい。
結構回避が大事になってくるなこれ。オッケーオッケー、入った入った入った、いけいけいけ、よしよし、あやべ入っちゃったな。ちょっと取るわ攻撃ね。あ危ねえ、なんだこれ、エアローラか。一回いけて、フェニックスシフトで回り詰めないとダメだな。ちょっとな、ウィンドブレードなんだ、ちょっと一旦回避で。あなんだこれ、やべ入れねえ、詰めらんねえ。なんだなんだ、一回これ避けた後に詰めてフェニックスシフトで OK。 こういう戦法だな。 OKOK、OK OK、逃げるよ。 OK、 え、どこ行った、どこ行った、回避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 、詰めて回り詰めて OK、 攻撃回避回避、ダメだ回避が入らない。 OKOK、OK OK、いけいけ、でもウィリーで半分切ってる。 OK、 回り詰めて、いや回避、でも HP はそんなに硬くない。 OK、 いけるいける、あぶれ回避、 OK、 切れるよ、ウィリーエッジが切れるよ。 OK、 テイクダウン入った、いくぞ、スカーレットサイクロンからライジングフレームで連打、あいけるじゃん、そんな全然 HP 硬くない、いけるいける、 OK、 OK、 いったろ、え、もう終わってるじゃん、終わったよもう、え、もう終わってるじゃん、どういうこと、どういうこと、あ、これをやんなきゃいけない、このムービーのシーンの中で、なんかを何、奴はどこか、何度も言わせる、かっけえな、クライブ、やめとけ、あ、来た、出た、ドミナントの力、いや強えな、強くなったな、うえマジか、 R1、 いや強くなったな、やっぱさっきの手抜いてたんだなお前、やめとけ、やめろやめろ、トルガル、いやーいいな、トルガル、トルガル、トルガル素晴らしい、素敵、いや、トルガル、やめろ、いいだろ、やってやろうか、トルガルいないってことな、なんだなんだ、とりあえず回避だな、とりあえず回避、詰めて周りを詰めてフェニックスシフトで、よっしゃよし、回避だ、一旦回避だ、向こうの攻撃を一回避けるよ、避けるよ、避ける、避ける、避けて避けて OK で周り詰めてフェニックスシフトで詰めて、何マジかマジか、なんだと、向こうのお前の攻撃か、やばいぞ、一旦回避か、一旦回避か、一旦回避だ、回避、ダメ食らった、回避でも食らう、危ない危ない、 OK、 いけ、やばい、 HP が結構あるな、相手の HP が結構あるぞ、やばい、一回逃げる、危ない、危ない、いやあれどうやって避けるんだよ、回避しまくってんだけどな、回避しまくってんだけどかわせねえ、オッケーオッケーオッケー、いいね、いいよ、でも全然削れてない、相手の HP が、でもウィルゲージは削れてる、ウィルゲージは削れてるから、まあいいか、エアロレンじゃない、とりあえず回避か、オッケー、回避回避回避、来いよ、降りてこいよ、回避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 、ずるいな、回避ばっかだ、こっちの、こっちを攻撃、危ね、危ね、危ね、回り詰めて、あれが降りてきてるから、こっちが攻撃入れます。はい。はい。OK。いけ、詰めて。危ない。OK。今だ。でも全然相手の HP 削れてない。ウィルゲージを削るためのものか。危ない。危ない。危ない。回り詰めて。ぜやべ、ウィルゲージだ、削れてる、やばい、回り詰めて、 OK、 テイクダウン入った、ここで行くしかない、いけいけ、削れ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 、なるべくここで削れ削れ、でも全然だな、テイクダウン中になるべく行きたいんだけど、それでも半分削れねえ気がするぞ、これで6800か、ちょっとハイポーションで回復しとこう、なんだよ、やばいなやばいな、なんか来たな、
何何なんだよラメルフォール、やめとけ。 R1 やば、壊れてるけど。攻撃！あ、で、手が入ってない。やった。またテイクダウンか。で、つまわい詰めて。これ溜まってる？決まっ、溜まってる。いいね。いいね、いいね。これで半分だな。あと半分だ、あと半分。あと半分だよ。いけるよ。やりきれ、やりきれ、やりきれ。でもやべえ、まだもうこのなんか、あとテイクダウン2回。2回必要だな、テイクダウンかな。やば、やばい。なんか変なの来た。やばい。やばい。やばいぞ。強いぞ、強いの、強そうだぞ、めちゃくちゃ。なんだこれ、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 やめろやめろやめろ。めっちゃ食らった。あれ回避できねえの、ポーション。トルネード、やばい、めっちゃ食らってる。やばいぞ、ポーション。やり、エリアスラッシュだと危ない。なに、なる、やばい。ポーションがあと1個、ハイポーション1個だ。きつい。どうだ、これなんだ、これこれなんだ、これなんだ、これなんだ、なんだ、ガルーダエンブレイス。やばい、マジか。トリガルもやられちゃってるもんな。トルガル、なんていいやつなんだお前は。やばい、トルガルがかわいすぎる。テイクダウン入ってねえかな。四角、四角。ビルゲージ半分削れてない。あ、テイクダウン入った。いいじゃん、ここで削り切ろうぜ。トルガル行こうぜ、一緒に。テイクダウン入ってるだろ。行くぞトルガル、一緒に。スカーレットサイクロンにライジングフレーム、はい、ご一緒にどうぞ。トルガル攻撃、攻撃。やばい、5620にそんな入ってねえ。やばいやばいやばい、変なのが来る、変なのが来る。回復も減ってきてんだこっちは。ポーションもなんならなら、オゲ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 。攻撃、トルガル攻撃だ、トルガル詰めて、フェイクシフト巻いてたって。いや、もうちょっとなんだよな。やべ、ポーションもねえじゃん。やばやば、あとハイポーションしかない。やばい、強え、強っ。なんだとめちゃくちゃ強いじゃねえかお前。よっしゃ、ミルゲージの半分切ったぞ。もうちょいだ、もう少しだ。一回回避、オッケーオッケー。なんか来る、危ない。いけ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 。よっしゃ、もう少し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 、危ない。やばい、まずい。やばい、こっちの HP もあと半分だ、500。いけ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 、やばいやばいぞ。危ない危ない。 OK、 危ない。一回避けたらそこに攻撃入れる、シフトして。危ねえ、今だ、もう少しだ。やばい、捕まっちった、まずい。やばい、ハイポーションだもうOK、 よっしゃ、テイクダウンも勝ったな。ギリギリの戦いだった、もう回復全部使っちゃったよ。はい、スカーレットサイクロンに終わり。ベルディクター、強かったよ、ベネディクター。楽しかったよ、ベネディクター。
なんだこれ、ライジングフレーム。フェニックスのアビリティ、ライジングフレームでウィルゲージ削る力 10%。 ありがてー。はい、熱い戦いだった。たかがベアラーごときに、この私が、なぜだ。たかがじゃないんだよ。様ごときに、選ばれし私が、なぜ。お前にはわからんかも。もう指導いいしてたか。自分を持ってるやつは強いんだ。いいね。黙れ、くたばり損ないが。日の富なんとはどこだ。この砦のどこにいる。なんだ、お前は何なんだ。何、何が起きてんだ。黒い、どういうこと。風の力がクライブに宿ったの。どうした？どうしたクライブ？え？しっかりしろ。何が起きたの？やめとけ。力がやっぱ出なくなったの。何これ、風の召喚獣ドミナントに力が移ったの。なんかそんな感じはしたんだけどさ、ベネディクタからクライブに。そんなガルーダ、一体何があった。ほらやっぱそうだ、映るのか。こんなガルーダがあいつに。違う、これは私じゃない。姉さん俺を見ろ、頼む、しっかりしてくれ。はあ、どうなってやがる。まさかお前、ガルーダの力を吸収したのか。すげえな。どうやって。でクライブにもよく分かってねえだろ。でもクライブに聞いても、ベアラーたちが無事だといいが。クライブ、とっととここを出るぞ。このままじゃ丸焼きになっちまう。今は自分が生き延びることを考えるんだ。また機会はある。なんかトロフィー獲得したな。これは火の召喚獣のドミナントやつか、こいつが。今のは顔見て。ご指示の通り騒ぎを起こしました。ベアラーたちも無事外へ。さあ我々も。ああ、はあ、ガルーダの力がクライブに宿ったのね、これでね。てかもう回復の薬系全部なくなっちゃった、ポーションとハイポーションが。これどこだ、ここ。くそ、
夜が明けちまったか。この騒ぎでザンブレク兵どもが集まってきてる。面倒なことになりそうだ。ひとまずこの場を離れるぞ。いいな。はい、わかった。じゃあとりあえずこれ抜けていいんだろう。嵐の木だし、ノルマントリで東も移動できるようになりました。召喚獣ガルーの力、クライブが召喚獣ガルーの力を吸収し、新しいアビリティをフィートを使えるようになった。アビリティのフィートの詳細はメインメニューのアビリティで獲得することができる。ガルーダのフィート、ガルーダエンブレスは離れて位置から敵をわしづかみにする。それにより軽量の敵を引き寄せることができる。強敵を引き寄せることはできないが、ひるませた際に命中させると引き倒すことができる。はぁ、よくわかんないけどな、使ってみないと。実際クライブが新たな召喚獣の力を得たことで、装備している召喚獣をL2 で切り替えてできるようになった。はぁ、よくわかんねえなぁ。戦局に応じて召喚獣使い分けるとつっても、まだガルーダしかいなくね。戦闘優に進めることが。でも一応フェニックスの加護を受けてるから、フェニックスの力も使えるってことなのかな。アビリティは一応使用すると一定時間使うことはできない。再使用できるまでの時間はアビリティアイコンの周囲にゲージとして表示されると。また、現在飛びしている他の召喚獣のアビリティも画面右下の、シグナルで確認することができる。あー、ちょっとわかんねえな。ドミナントから力を吸収するなんて見たことも聞いたこともない。俺にもわからない。だが確かに感じるんだ。あ、そう。俺は奴の召喚獣ガルーダの力を使うことができる。あ、今ガルーダになってるんね。フリーケードホイール、すげえな。だこれすごっ。で、攻撃でエアロンなのね。で、切り替えがどこでやるっつったっけ。もう全然わかんねえや。切り替えがどこでやるっつった。ちょ、とりあえずこの辺はまあ倒して、ちょっとわかんねえな。ちょっといろいろ確認してんだけど。あ、それアビリティがあれか。召喚獣、あ、面白い。召喚獣ガルーダが解放されたんか。力かな。てか、そういや、これ全然やってなかったな。なんか、成長させるか。スカーレットサイクロン、フェニックスシフト。これなんだ？フェニックスシフト、素早く敵に接近する。これ上げるとどうなんだ？これ。ちょっとフェニックスシフト上げてみるか。ん？これ何が変わったんだ？これ。強化ができんだよな、これな。あー、あとこっちか。で、あとエアロのガルーダの方も上げとくか。ガルーダエンブレス。あ、これを引き寄せるってやつね。で、今もう今いくつ？残り616か。攻撃の兵兵の方がいいか。525。なんかウィゲード掘りの方がかっこよくね。まあこんなんでいいか。とりあえずは。切り替えがなんつった？召喚獣の切り替えどうやるっつった？あ、L2 か。L2 で切り替えることができるね。はーん。あ、ここね。ははは、なるほど。じゃあとりあえず進みますかね、このままね。あら、これ敵か。あ、敵だ。すべての敵を刺せ。じゃあとりあえずこの辺はあのガルーダの力でいかしてもらおうかね。じゃあどうせでもそこまで強くはねえんだろうな。はい、ちょっとこれだけ使ってもらおう。こいつは強っ。いや、いないいない、そこに誰もいない。ちょ、ポーションとハイポーション欲しいんだよな。とりあえずこっちのザコからいっか、まず。ちょ、突進。いや、回復して。オッケー、テイクダウン入った。おい。あ、でもこれ強えな、こいつで多分。強っ。いやあ、やば。使い方わかんねえ。ガルーダインプレスの使い方がよくわかんねえ。やば、死ぬんだけど。テイクダウン入った。
当たってなくね。倒したな。危なーってか HP がもうないんだけど、死にそうなんだけど。ちょ、ポーション欲しいなー。ポーションねんかな、この辺。あ、なんかある、向こうに。あれなんだ、あれ。いや、握るかよ。ギルかよ。ポーションがいいわ。にゃーん。えぐ。目的地周辺。とりあえずこれで抜けられるのかな、ここな。敵か？待て待て、俺だよ。あれ？なんだガブ、驚かせるんじゃない。驚いたのはこっちだぜ。まったく派手にやりやがって。こっち。これで一旦また帰るんかな、あそこのシドとかがいた拠点に。じゃあベアラーたちを逃がしたのはシドじゃないってのか。ああ、俺もクライブもそれどころじゃなかったからな。みんながうまく逃げたならそれでよしとしよう。よく誘導してくれた。いや、自分の仕事をしただけさ。それで火のドミナントは？きっと奴もまだ生きてる。なあ、俺が探すよ。いいやつだな、カーブ。どうした？弟の敵ってのを消えちまったからな。こいつも似たような案か。気持ちはわかるよ。俺の家族もザンブレク兵にやられた。あ、そうなんだ。カーブ。じゃあな、兄弟。いいやつだ、カーブ。調子のいいやつだぜ。私の力が。ベネディクトが。しっかりしろ。大丈夫だ。私はどうすれば、どうすれば。街道までどれくらいだ。ここからじゃまだしばらくかかるぞ。に、だ、誰？やばくない？バルナバス様にも捨てられる。どうすれば。今変なやつも、変なの。斧みたいなの持ったやつがいたけど。うわー。うわうわ。えぐいよ。こいつらは？こいつは冗談だ。こいつはきっと高く売れるぞ。やば。売り飛ばす前にちゃんと中身を調べておかねえとな。やめろ。こいつら誰？あ、ベネディクトの幼少期なんかな、これ。あ、シドじゃん。おいで。もう大丈夫だ。おい、シドに助けられたのか、ベネディクト昔。やば。壊れちまえ。こんな世界全部壊れちまえ。全部全部。
ぶっ壊れろ。え、またなんか別の力を開花するの、ベネディクトに。何、何よくわかんねえんだけど、これはなぞなぞ。シド、お前も感じたか、ガルーダ。あれはベネディクト。ミュートス。この影響の流れ、タガが外れたか。どんどんでかくなってる。あたり一帯が巻き込まれるぞ。やべえ。そのままじゃ。俺は行く。なんだと。声が聞こえた。誰かが呼んでる。感知者。これ一体何の力だ。本当だよな。どうなっても知らねえぞ。あーなるほどね。でこれで竜巻の方に向かうと、召喚獣ガルーダがいる。おそらくあの竜巻は召喚獣の暴走、己を失ってしまったドミナントの末路なんだ。そうか。だとしても逃げるつもりはない。一個も動かないなお前ら。ということで、とりあえず今回ね、こう、一回これで切ろうかなと思います。またこれ以上やるとまた長くなっちゃうんでね、なんかすげえ気になるんだけどね、まあこんな一日、まあ一本動画こんなもんでいいじゃないですかね。まだ、全然ストーリー的には全然まだ、序盤だとは思ってるんですが、まあこんな感じでちょこちょこ進めていければいいかなと思ってますので、続きはね、またこれ、以降やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では今回以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。